こんにちは、タイガー太郎です。このチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、過去の大恋愛、関ジャニ∞の大倉忠義さんと女優の吉高由里子さんについてご紹介していきます。大倉忠義さんと吉高由里子さんは、2016年に週刊誌フライデーで熱愛スクープをされてから、破局と復縁を繰り返すほど、長い間、恋愛関係に注目されていました。現在は完全に破局していますが、その当時何があったのか、本当の破局理由や吉高由里子さんの裏垢 SNS、 交際真っ只中に起こった事件、大倉忠義のホステスベッド騒動など詳しく解説していきます。まずはじめに大倉忠義さんの簡単なプロフィールを紹介していきます。本名大倉忠義、生まれが1985年5月16日の現在37歳、出身地大阪府東大阪市、血液型 O 型、身長178cm、所属事務所ジャニーズ事務所、関ジャニ∞のメンバーで日本の歌手、ドラマー、俳優、タレントとしても活動。大倉忠義さんの現在の恋愛は、2022年10月時点では現彼女は女優の広瀬アリスさんと交際をしていることが判明しています。次に吉高由里子さんの簡単なプロフィールを紹介していきます。本名非公開、生まれが1988年7月22日の現在34歳、出身地東京都、血液型 O 型、身長161cm、所属事務所アミューズ。吉高由里子さんは日本の女優で代表作は蛇にピアス、東京タラレバ娘、私定時で帰ります、花子とアンなど数々の人気作品に出演しています。そして吉高由里子さんの現在の恋愛は、大倉忠義さんとの破局後からは信憑性が高い情報は出ていませんね。ここからが本編です。大倉忠義さんと吉高由里子さんは2016年の交際から2021年までいろいろな噂が出ていましたね。こんなに長い期間破局と復縁が繰り返して話題だったのは珍しいです。最初に熱愛スクープされたのは2016年7月の週刊誌フライデーから。吉高由里子の恋は止まらない、自宅に通い合いのタイトルで大々的に報じられました。大倉さんの自宅マンションに向かう通い合いを報じられ、この時には結婚間近とも噂されるほど。吉高由里子さんは仕事終わりにそのまま直で大倉さんのマンションに泊まり、次の日の朝に現場に向かう生活を繰り返していたとも言われています。しかし2人はこれまで映画やドラマで共演経験がなかったので、どういう接点でつながったのかも謎でもありましたね。さらにその時期に吉高由里子さんの裏垢が流出した事件も起き、ツイッターアカウントが拡散されました。ツイート内容としては、ねえ今日行ってもいい、何時に終わる、会いたいから待ってる、え今日の夜ご飯カレーにしちゃったごめん、などプライベート満載で彼氏に送るメッセージがたくさん残っていましたね。そのツイッターアカウントは本人なのかは今でも謎ですが、いろいろな経緯をたどってみれば吉高由里子さんの SNS の可能性が高いとも言われています。2016年10月には2人でバリ島旅行にも出かけています。週刊誌には帰国後の大倉さんと吉高さんの姿をしっかりキャッチ、成田空港の中で親密な関係が写真に収められて、バリ島の2泊4日のバカンスは2人の婚前旅行とも騒がれていましたね。この時はツーショット写真をしっかり撮られていましたが、その後吉高由里子さんは本赤のツイッターを通じて交際を否定する発言も、何が起こってるのかさっぱり、言ってもないことが記事になってる、驚き、なんでこんな嘘だけ書けるのかしら、気持ち悪い記事に振り回されてる人たちたくさんいるんだろうな、当人も嫌だろうけどこんな記事を鵜呑みにして傷ついてる人たちもかわいそうだな、もっと嬉しくなることが見たいね、問いミシンな内容でしたね。その翌年の2017年2月には1度目の破局説が報じられます。交際から1年経たずに破局報道が出ていました。女優の吉高由里子と関ジャニ∞の大倉忠義の破局を一部メディアが報じている。2人は昨年の3月から交際がスタートしたと言われ、7月には通い合いが伝えられていた。また
10月にはバリ島へ旅行する様子が報じられており、結婚へ向けて順調な交際が続いていると思われていたが、この時の破局理由はというと、ジャニーズ側の反対を受けての結婚を断念や、吉高由里子が都内の居酒屋にて男性とツーショットでお酒を飲んでいたという目撃情報があったなど、情報が錯綜していましたね。決定的な理由はわかりませんが、どの週刊誌も破局を伝えていたので、信憑性は高かったと思います。しかしその半年後、同年8月には復縁説がまた飛び出します。二人で都内の高級寿司屋でデートしているのを目撃されています。破局説も流れていた関ジャニ∞の大倉忠義と吉高由里子が都内の高級寿司店で食事を楽しむ現場をキャッチしたという内容。ドラマロケがあった吉高さんは夜10時半頃に急いで仕事を後にし、現場から目と鼻の先にある大倉さんが待つ高級寿司店に向かったようです。一度は破局したものの、お互いに復縁することを選んだのかもしれませんね。その後は順調に交際を重ねると思いましたが、2018年に完全な別れが来る事件が勃発。大倉忠義さんのベッド写真の流出です。ホステスと関係を持ったとされる証拠写真、ワンナイトラブの現場でもあるベッド写真が流出してしまいますね。ホステスの女性とは交際関係ではないと思いますが、人よ限りのお遊びをしてしまった様子。その後はこぞって週刊誌が大倉忠義さんと吉高由里子さんの完全な破局を報じます。吉高さんは大倉さんとの破局が精神的にかなりダメージを食らっていたとも言われていました。仕事復帰も見通しがつかないほど憔悴しきっていたとか。吉高とは今年に入って別れたとされていますが、超恋愛体質の彼女はずっと大倉のこととが忘れられずにいる。9月に大倉がクラブ嬢によって撮られたベッドでの寝顔写真が写真誌で報じられた際も、ドラマ撮影現場で心ここにあらずだったといいます。そんな吉高にすれば限界まで傷ついた大倉の告白を見過ごせないはずです。その当時のドラマ私定時で帰りますに出演していた吉高由里子さんですが、撮影現場では元気のない姿がたびたびスタッフから指摘されていたようです。どちらかというと吉高さんの方が大倉さんに対して思いが大きかったので、仕事に影響が出るほどの大失恋だったと思います。その後もバラエティ番組で結婚したいタイプの男性はと回答に、食べ物が好きな人、シェフとかいいですね、いろんな美味しい食べ方とか教えてもらいたいですと、料理好きな大倉さんを想像させるような発言や、大倉さんと全く一緒の富士山の写真を SNS で投稿するなど、彼との恋愛を引きずるかのような行動が目立っていましたね。大倉忠義さんは次の恋愛として2022年1月10日に女優の広瀬アリスさんと熱愛が発覚。一方吉高由里子さんはまだ男の影がいる情報は入っていません。大倉忠義さんと吉高由里子さんの過去の大恋愛はいろいろと大人の複雑な感情が入り混じったドラマになりそうな話でしたね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。